お金が、ないです。現在所持金14万円ちょっと。このスカブでなんとかいいものを拾って足しにしたい。なんでそんなに追い込まれてるんだよ。めっちゃいい装備で動画撮ろうとして、湧いて3分で即死して破産しました。動画の落ちまでぐらいは頑張って欲しかったな。お金がなさすぎて、PMC では出撃できないし、かといってスカブで陰性行っても、今はみんなレベルが低いから、こぞってゴミ漁りしまくってるから一向に稼げないんですよね。そうか、前回のお前のデータはワイプから3ヶ月ぐらい経ってたもんな。まだワイプが来て間もない今の環境と以前の環境は違うのか。それプラス、前回の動画で紹介したみたいに、こうやってスカブで他のスカブを見つけても、カルマを下げたくないから、殺して成果を奪うみたいなことができないですし、スカブモードでスカブを殺しちゃうと、評価が下がるようになったんだよな。前回の動画で評価マックスまで上げてみたんですよね。上げてみたんですけどね、結構な事故だったね。まあマックスまで上げてる人は少ないですが、それでも下がっちゃうとスカブで出撃するのに支障が出るので、ほとんどのスカブが撤退してくることはないんですよね。現在も見かけたプレイヤースカブをうちのパーティーに入るよう交渉中。あれ？ボイチャとかあったっけ？そんなんボディーランゲージよ。敵を示さないために、声を出しながら近づいて、ナイフを装備して攻撃する意思のないことを示すわけです。はい、一挙上がり。すげえな、マジで簡単に和解できるようになっちまったのな。死んだらアイテムが奪われる EFT のゲーム性で、まさかエイペックス以上の和解が見られる世界が来るとは、今は物々交換で友好を深めてるのか。物で互いの友好を確認するのは一番手っ取り早いですからね。私もご飯とかあげちゃおうかな。まだアイテムあさりしてないからろくなもん持ってないな。これから仲間になる大切な赤の他人ですからね。っておーおーおー、ウォーターフィルターじゃないすか。まさか豆缶の対価でこれほどのものがもらえるとは。もうこれで俺たちは大切な赤の他人からマブダチになりましたね。なんとも厳禁なマブダチですこと。じゃマブダチ元い豆ダチ連れて金策しましょう。レーダーが湧いてるみたいですね。スカブで殺してもカルマが下がらないと噂のレーダーさん。私はカルマを証拠にもなくまた上げてるので撃ちたくないですが、一緒に来てるサツリとギル君がレーダー買って装備を奪うそうです。ほら見て私カルマ値高いから、近づいても撃たれませんよ。ほんとこいつら NPC のスカブなのに、強い武器持ってんな。がっつりカスタムされてんじゃん。私たちみたいな一般スカブとは格が違いますよね。じゃまあ豆立ちに誤射されないようにちょっと離れますか。いくら仲間になってるとは AVC が繋がってませんからね。何かの間違いで撃たれるか。ちょ、なんでレーダーから一斉に撃たれるの？お前の汚いカルマが見えたんだろ。あの方法も修正されてっから、今は心きれいなカルマ機だから。いやまあしかしよくレーダーに襲われてその傷で済んだな。スカブ出撃だから骨折直せないんだけど、あいつらが撃ってきたんだから、殺してもカルマ下がらんよね。運営はカルマ下がらないって言ってるけど。ダメだ私には殺せない。カルマシステム、個人的には好きなんですけど、どうにもスカブ出撃の時に制約が増えたせいでやりにくいというか、もっとこう、EFT ってダーティーなゲームなはずなんですが、まあ身内と協力してカルマ上げてた前回もひどかったけど、ここまで赤の他人と協力体制になるのは EFT とは思えないな。このままでは金策が全くはかどりませんよ。なんとかうまいことゴミをスカブから奪い取れないものですかね。カルマが下がってもいいならどうぞ。もうカルマだけは下げんといてくださいよ。買ってもいいですけど、カルマだけは下げんといてくださいよ。カルマにうるさい鈴原さくら。でもスカブから集めたゴミを奪える合法的な方法なんて、それこそ PMC に殺されたやつの死体漁るぐらいしかないじゃん。殺されるのを目撃してる時点で私も死にそうですし。ああ、ひらめいた。一発の弾丸が霊夢さんの頭を撃ち抜いたとき、その悪魔の思考は電撃のように頭に流れ込んできた。カルマがドス黒く染まっている霊夢さんだからこそたどり着けた。たどり着いてはいけない境地。そうだ。スカブになればいいんじゃないか。スカブになるってどういうこと？ということで、PMC でスカブのコスプレしてきました。やっぱ弱そうな装備。60万円借金して、インナーの服も購入しました。普段絶対に PMC たちがつけない装備で全身を装飾し、西洋人顔がバレないように顔もしっかりマスクで隠しました。そうして、プレイヤーのスカブたちが湧き始めるまで、このように物陰で息を殺してじっと待つのです。隣のそいつも PMC なの？とてもじゃないけど PMC には見えないんだけど。現在8倍速で暇つぶし中、残り20分ぐらいから私たちの潜入活動が始まります。で、スカブに紛争して何をしようってんだよ。味方だと思わせて不意打ちで殺すに決まってるじゃないですか。お前本当にクソ野郎だな。 PMC がスカブを殺すなんて当たり前のことですし、なんなら25人殺してこいってクエストも出てるし、そもそもカルマあるけどスカブですらスカブ殺すなんてザラですから。いやなんというかやり方の問題というか、お前の良心は痛まんのか。うるせえ。 EFT はな、良心で金が稼げるような優しい世界じゃねえんだよ。いくらまともに打ち合ったら勝てないからって。違います。信じる方が悪いんです。タルコプシジで一定厳しさを教えてくれるわ。さあさすり、仕事の時間ですわよ。しかし、不意打ちするとはいえ、その EFT の中でも最弱クラスのショットガンで倒せるのか？これは偽武器です。スカ
ブがよく持ってるのでダミーの武器ですね。本命の武器はカバンの中に隠してあるのです。お前そういうことにだけは頭回るよな。スカブはどこじゃあ、私たちは仲間ですよー。なかなか会えないもんなんだな。まあ PMC が死ぬと、その枠に補充されるらしいので、私たちが生きてると枠がねー。バッチリ NPC のスカブに見つかってしまったな。うるさいですねー。そどこスカブは私がぶっ殺していこうわ。すぅ？ねえ、じゃあお前何になら勝てるんだよ。もうマジ無理、お金ないのにどうすればいいの。スカブさん怒りの聖金ショットガンでヘッドショット。NPC に見つからなければうまくいくはずなんです。NPC に負けるのが悔しいので、カバンの中に隠している、虎の子の MPX を取り出した状態で動いていきましょう。武器がいかつくてバレそうだけど、これだけ暗かったら、武器が何かなんてパッと見ではわからないでしょ。で、スカブ発見、これは叫んでこないしプレイヤーですかね？すぐに撃ってこないな。ちょ、ほら見てほら見て、これ完全に和解成立してますよ。めっちゃ有効的なリアクションしてんな。うへへ、こいつら私が PMC だとはみじんも思ってませんよ。武器以外こんな格好してんだもんな。帽子に思いっきりユーセックって書いてますけどね。やっぱ最近のスカブは危機感が足りてませんねー。こんなに簡単に溶け込まれてしまうようじゃダメですよ。いやしかし多いな。何人いるんだ？パッと見で3人から4人ぐらいですかね。ちょっとどれがスカブに変装した撮影班の撮りか、わからなくなってきたぐらいにはいますね。この暗がりじゃ余計に見間違えそうだな。あらかじめ準備しておいたアイテムたちで、スカブのハートをキャッチして完全テイムしてしまいましょう。あれ1マスで結構回復できるいいアイテムじゃなかったっけ？まあたかだか数万円程度のアイテムですし、どうせこいつら全員殺して返却願いますから。マジで殺しちゃうの？こんなに仲良くやってるのに。所詮私たちはスカブと PMC、結局は相入れない存在なのですよ。私は左の二人をやる、殺りは右側を頼むぞ。タイミングを合わせて一気にやってしまうぜ。こいつが床に散らばったアイテムに気を取られてる間に。バカなスカブどもめ、やったぜ。ちょっと待て、殺りやめろ。私がのやめろバカウトな。なんで同時撃ちしてんの？本当に死んじゃうから。で、きっとまだ離れた場所にもう一気に嫌がったか。ガチで瀕死状態に追い込まれててきた。殺りお前絶対に許さないからな。そう、あと一人ぐらいならこの最弱と言われたトブショットガンでも、マジでクソどこショットガンなんだな。いやしかし、なんとか4人全員殺せましたね。危ない危ない、一瞬マジで死ぬかと思いましたが、ところでこのログが、ツイッチで配信しながら撮影してたんだよな。そうですけど、一体それがどうしたんですか？今しがた、お前に殺されたと言っている YouTube のリスナーさんがいてだな。まさかカーニバル、いやいや、よりにもよって裏切って殺した相手がリスナーなわけ。殺された側には、殺した奴の名前が出るから、誰が自分のこと殺したか、一目瞭然なわけで、今殺した4名のうち、2名は間違いなくリスナーだったっぽいな。え、なんか急に胸が痛くなってきた。いやいやだって、そんな、裏切りやったの今回が初めてですよ。しょっぱなリスナー殺すとかそんなことあります？普段動画を見てくれていた、心優しいリスナーを、ちなみにこっちの人だが、MPX が欲しかったので殺して奪おうか相談していたらしい。私の両親の呵責を返せ。ちょっと作戦変更します。やっぱ人の善意を裏切るって良くないと思うんですよね。それをお前が言うのか。有効的になったスカブは殺さずに、脱出難易度最大と呼ばれる、とある脱出ゲートに連れて行きたいと思います。ちなみにそこで殺りがすでにスカブを発見した様子。今回はこちらは4人パーティーを組んでいるのな。今そこの中央にいるのが、どこの誰だか知らない、プレイヤースカブ、本来は敵ですね。脱出ゲートの条件がちょっと厳しいので、いろいろ物を与えて、完全にハートキャッチするために怪獣中です。手応え見てる限りでは、完全に心許してるように見えるけど、あとはこいつについてくるように手招きして、脱出ゲートまで誘導するだけ。あって英語喋っちゃった。英語を喋ると何がまずいんだ。スカブはロシア語しか喋りません。お前マジ何やってんの？さっきまでは気合い合いとしてたのに、凍りついてんじゃん。なんとか殺りがロシア語でごまかそうとしてますね。あ、やって逃げちゃった。そりゃそうだろ。ねえちょっと待って、一緒に最高難易度脱出しようよ。さっきから言ってる最高難易度脱出って何なの？ PMC は有効的なプレイヤースカブを、プレイヤースカブ側は有効的な PMC を連れてこないと、脱出できない談合出口と呼ばれる場所です。このゲーム上ありえない条件の出口だな。このインターチェンジではスカブキャンプと呼ばれるゲートですね。PMC とスカブが有効的になるなんて普通ありえないぞ。私の撮影班に私のサーバーをスカブでスナイプさせて、一回だけ成功したことがありますが、VC もチャットもない、見ず知らずのスカブと本当に脱出できるのか、なんとか逃げてるのだけは止められたみたいだな。高額なサプレッサーとかを追加でプレゼントして、ようやく後ろをついてきてくれるようになったみたいですね。お前が間違えて英語なんか喋るからだぞ。手招きとかの妹と、同じキーに設定されてるんだもん。ところでこの脱出は配信外の撮影で実施中なのだが、これまたリスナーさんだったようだ。ちょっとリスナーと当たる確率高すぎない？っていうか、挨拶するとプ
レイヤーネーム出るんだ。お前がミスって英語喋った時だな。相手から見るとこんな感じだったらしい。こんなん PMC には見えませんね。結果的にミスって挨拶したら、リスナーだと発覚したパターンか。いやマジでリスナーと遭遇率高すぎて悪いことできねえ。ちょっと考え改めますわ。でこれが、その特殊な出口に向かってるわけか。私もこの出口から脱出するの今回が初めてなんですよね。ここから脱出に成功すると、前回の動画で出てきた、フェンス有効度っていうのが上がったりもするので、運営が本来意図してる有効度の上げ方はこんな感じなのかなと。前回の動画は絶対意図してなかったよな。途中で PMC だってバレても、一回仲良くなればそうそう裏切られないし、とにかく、アーマーとかヘルメット、フェイスマスクをゴミみたいな装備つけて、近づっぽさを演出すること、そうすればあとはハーメルンの攻撃よろしくここまで連れてくれば、意外とこの特殊脱出に応じてくれる人もいますね。こんなコンテナの隙間から脱出できるんだな。近づかる馬が実装されたからこそできるようになりました。昔はほぼ絶対は解析しなかったので、合ってないような出口でしたからね。ちなみにここから脱出すると、フェンス君からお礼のアイテムが送られます。最高級アーマーのスリップとか、カードキーも出るらしいですね。私は未だにゴミしか渡されてないので切れてます。今日までの行いを見てれば妥当です。同じ4人組で、またしてもスカブ潜入中。私たちの間では、このスカブのふりして待機した後潜入するインチェを、遅いインチェ近殺と呼んでます。スカブ出撃並みに動くの遅れてるけど稼げるのか？まだワイプされて1ヶ月も経ってないので、こういう鍵がないと漁れないレアアイテム隠されてる部屋とかが、全然漁られずに放置されてることが多いんですよ。ウルトラメディカルも鍵がまだ300万円近くするもんな。本物のスカブで出撃してる時に意外と開いてないので、これワンチャン鍵買ったら稼げるんじゃね？ってなったんですよね。もう少し経ってくるとさすがにみんな鍵ゲットしちゃうでしょうし、もし運よく鍵ゲットしてるけど、インチェの戦闘勝てる気がしないって方がいたら、ぜひ遅いインチェ金策試してみてください。今回はウルメディ結構しょっぱかった。サツリガレドックスっていう激レアアイテム2個見つけたらしいです。序盤はタスクやハイドアウトの拡張に使うので、めっちゃでかい。ちなみにグリマ君がそこのテックライトであさり忘れのグラフィックボードも見つけたらしく、超うまうまですね。スカブで出撃するより若干早めに探索できるし、ほんとスカブのふりしてインチェ探索優秀なのかもしれんな。プレイヤースカブ相手にバレることないですからね。ほんと NPC のスカブだけが怖いです。全然見えない距離からぶっ放してくるな。これさっさと処理しちゃわないと、プレイヤースカブに見られたら私たちが PMC だってバレちゃいますし、スカブだと思われてたとしてもどう見てもスカブに手を出した悪党ですから。この NPC による PMC 感化が原因で和解したスカブと戦闘にもなりかねないな。ちょっとまっすぐ突っ込むのはさすがに危ないので、この飲食店のスタッフルーム使ってスカブの裏を取りましょう。 NPC が相手でも普通にヘッショワンパンで負けるからな。なんなら実際動画序盤に殺されてっから、レドックス拾ってるから絶対に死にたくないんですよね。ここの左側からスカブの声が聞こえたぞ。任せろワンパンで沈めてくれるわ。慎重にクリアリングしていって、あれ思ったよりも遠くにいます。もうちょっと声が近かったと思ったが、走っていったのかな。サツリが倒したらしいですけど、なんか困惑してますね。やたら移動速度が速かった気もします。は横から声がまだするけど、これも倒したっぽいな。さっき倒した死体はこれですか？死体はどうにも普通のスカブっぽいですが。変装完璧で草。君ら誤射多くない？よっしゃー、キバスト愛好ぜー。武器とかアタッチメントがいっぱいある、鍵付きのお店な。インターチェンジのど真ん中にあるから、激戦区なんですよね。けど遅いんちならきっと安全に漁れるはず。そこを抜けるともうキバストアでー。なんか人いますね。なんでキバストアガン見してんだ？こいつどっかで見たことある気が。いやそれキラ店長じゃん。いや誰だよ。インターチェンジのボス株ですよ。おいバカ早く逃げろ。畜生なんでまだ生きてるんだよ。っていうかなんでそんなに近づいて気づかれてないんだよ。あいつのヘルメット、めっちゃ硬い代わりに、音がめちゃくちゃ聞こえにくいんですよね。あとキバストアの店長らしくて、お店に近づくやつを追いかけ回して殺すので、電源がついてる今はあんな感じでお店ガン見してるっぽいです。なんかだるまさんが転んだみたいで、後ろから忍び寄るのめっちゃ楽しいですね。ちなみに見つかったらどうなんの？そりゃ他のボス同様高精度の射撃で一瞬でミンチにされます。そんな発弾で遊ぶようなことすんなよ。めちゃくちゃ硬いアーマーとヘルメットがついてるので、倒せたらかなり美味しいんですが、私たちの武器今めちゃくちゃ弱いからな。これだけどフリーな状態でも勝てないのか？足に銃弾をぶち込むレップメタっていう戦法で、3マガジンぐらいぶち込んだら勝てるかも。その間にこっちが10回は死ねそうだな。普通に背中から CQC でナイフでブスリで勝てそうですけど、どこのヘビ傭兵さんだよ。とりあえずパーティーメンバーの合流を待ちますか。
ここでようやくサスリとソラさんが合流。今回はこの3人で来ています。なんか4人目いるけど、ナチュラルな感じでいつの間にか増えてた野良のスカブですね。スカブもお前らも警戒心なさすぎでは。でまあこれでもボス倒せるか結構怪しいんですが、しかも1人 VC 繋がってない野良のスカブもいますし、動画上ではわかりにくいけど、まだ身動き一つせずあそこにいるな。ああ、野良のスカブが何も知らず突っ込んでいった。あれはさすがに店長に見つかって最悪私たちも。いやよく見ろ、お前と同じ重機の後ろから戻ってきた。マジで危なかったなお前。死ぬほど首振って危険知らせてきててくさ。前方のボス、後方の PMC なんですけどね、必死にジェスチャーでボスのこと伝えてるな。なんで私たちがこんな場所でまごまごしてたか気づいてくれて幸いです。けどチャンバーチェックして倒す気満々みたいだけど。いやもうこうなったらやるしかねえ。野良のスカブと協力して店長狩りしましょう。 PMC vs スカブ vs ダークライです。ダークライ、とにかく弾も銃もゴミなんで、できる限り接近して一発も外さず全て叩き込みましょう。もっと接近です。それ以上近づいたらさすがにヤバいんじゃ。けど本当に外して倒しきれなくて反撃食らったらジエンド。全員の火力を全て足に叩き込んで勝てるかどうか。ねえ、 EFT ってこんなゲームだっけ。多分 EFT ってこんなゲームです。よし、あとは合図を待って。今が一斉攻撃。これにはさすがの店長も一発も反撃できなかったか。急げー、野良のスカブに装備奪われる前に取らなきゃ。よっぽどお前の方がスカベンジャーだよ。よし、結構お金稼げてきたぞ。無駄遣いしなければ、次の動画は散財シリーズだー。それが無駄遣いなのでは？次はやはりダンマニウムシリーズだろ。しかしこの撮影してて思うのは、マジで PMC だとバレませんね。もっと EFT って殺伐としてたはずなんだがな。いろんな方の EFT 実況見てますけど、みんな殺伐としてますよ。真面目な EFT 動画作って。愉快なプレイヤースカブとすれ違い通信も済んだところで、2階にあるウルトラメディカルまでレッツゴー。今回もレドックスあるといいなー。結構レアなアイテムなんだろ。ウルトラメディカルの神がめっちゃ高い理由のほとんどが、レドックスが湧く可能性があるってところですからね。さっきに怖いてた時なんかもうお祭り騒ぎでしたよ。序盤みんなが鍵を持ってないからこそできる金策だな。おっとヤバい、正面からスカブが、すぐに撃ってこないあたり、ワンチャンは解決そう。あっちもかなり警戒してるな。いやスカブ対スカブでもこれが本来正しい姿のはずなんですが、声を出してアピールしてきてますが、私、分け合って喋れなくてですね。ユーセックだから喋ったら英語で一発 PMC もろバレだもんな。対話を試みてる以上、あっちも和解の意思があるはず。根気強くこちらの有効を示してみましょう。果たして相手は応じてくれるのか。いやそれにしてもほんと警戒心の強いスカブですこと。スカブのふりした PMC に殺されたことでもあるんじゃね。まさかカーニバル。そんなお祭りは存在しない。おい、出ておいでー。お菓子あげるからこっちおいでー。誘い方が怪しさ満点なんだよ。これ、私たちが今3人組だから撃たれてないけど、ソロで若い心見てたら、撃たれてたんじゃないかってレベルの警戒心ですね。ようやくフラッシュライトも解いて、若い成立したっぽいな。こんなに警戒されると、逆にズドンとやっちまいたくなりますね。お前本当にクソ野郎だよな。やりませんよ。あ、けどちょっとひらめいた。こいつの目の前で、ウルトラメディカルの鍵開けたら、一体どんな反応するか気になりませんか？お前、あんなに警戒してた奴の目の前でそんなことしたら、全員速攻で撃ち殺されるだろうが。ちょっと面白そうだしやってみましょうよ。今そこの入り口に立ってるのが野良のスカブです。ナイフ持って無抵抗圧してるな。開いた扉見てかなり警戒してるっぽいけど。あ、扉閉めやがった。まさかの立てこもり。いやそこでぶちここしかねえのにどうするの？So, what do we have here? おい、デュエルしろよ。なかなか出てきませんね。もう引っ込みつかなくなってこのまま出てこないんじゃないか。おお、ついに扉開けましたよ。果たしてショットガンで暴れ回るんでしょうか。暗くて見えにくいが、ナイフを持って出てきたか。何かアイテム落として下がっていきましたね。何を落としたんでしょうか。ナイフ持って屈伸して無害アピールを繰り返しているが、どれどれ、何があったのやら。って、レドックスだー。そう当たりじゃねえか。っていうか、こいつもこいつでどんだけ正直なんだよ。その正直に免じてそれはくれてやるよ。扉閉めてコソコソしてたが、3分間の格闘の末に正直に白状することを選んだのか。レドックスもらえてめちゃくちゃご機嫌ですね。このままこいつ連れてキバストアも行ってみますか。スカブさん、インターチェンジフルコースへご案内。道中でもう一人スカブを仲間にして、キバストアまで来ました。新しいスカブは果たしてキバが開いたらどんな反応をするやら。鍵開けするまでは、私たちのことスカブだと思ってますからね。ちょっと離れた位置でキョドキョドに守ってるな。キバストア開店のお時間でーす。よっしゃー、あされあされー。レドックスくん真っ先にお店に入っていっててくさ。こっちの商品棚はちょっと今回しょっぱいですね。サプレッサーはそこそこ高い値段で売れるかな？お店正面の壁掛け武器が結構扱ったりするんですよね。いいものだとどんなのがあるんだ？IRサーマルスコープとかありますよ。あの夜闇でも敵がくっきり見えるチートスコープか。こんな感じに壁にかかった武器についてるんで。おいレドックス、お前その武器ちょっと見てろ。どうしたんだよ。あーサーマルスコープついてるー。なにー
間違いないのか。間違いなくあれですあれです。お前それはちょっと返してくれ。それがあればサーマルスコープ動画が撮影できるんだ。めっちゃ喜んでんじゃん。ダメ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 、もうレドプッシュもらったでしょ。ダメだこいつ持って帰る気満々ですよ。殺しましょう、こいつ今ここで殺しましょう。そうやって殺したらリスナーだったりするんだよな。リスナーでもそれは許されないぞお前。ねえ、それ撮影に使うから返してよ。お前見えてんだろこら。もう他のアイテムに夢中でお前なんか眼中にないってよ。最初の警戒心どこ行っちゃったんだよ。いや結局マジであいつレドプスとリープ IR 両方持って帰ったよ。一生忘れられないスカブレードになっただろうな。どこで見つけたのか。ヘルメットまで装備してもう別人じゃねえか。もうどっちがスカブかわかんねえよ。面影は背負ってるショットガンとゴーグルだけか。途中合流したスカブも合わせて5人で脱出と。もうウッキウキで頭振ってるな。サムズアップまでしてノリノリだなおい。サムネイル用にわざわざありがとな。ということで今回の動画はスカブのふりして PMC で潜入したらどうなるかでした。結果はレアアイテム全部持っていかれました。今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。